everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。3回目の今日は絵本タイトを編んでいくというところですね。で、今この赤が編み終わったところでも赤の色がほとんど残ってないので、続いてベージュに変えようと思ってます。はい、でベージュでちょっとベージュからの最後グリーンのグラデーションにしようかなと思ってるんですけれども、ということで続いてはベージュを用意します。はい、でそれでですね、何だったっけなあ、そうこの本体を編むのにちょっとコツがあるんですけれども、前回 A の6まで編みましたよね。 A の6で増し目をして、あ、 A の7まで6まで編みましたね。で増し目をして、そこの増し目をした部分にこう鎖目を作っていったところです。続いて A の7、8、9、10と編んでいきます。で A の7、8、9、10を編んでいくので、それももうほぼほぼ前にご紹介した編み方なので、 A のパート A をご覧にまだなってない方は動画の1に戻ってみてください。動画の1は右上 i ボタンをクリック、または下の説明欄からジャンプできますので、そちらからご覧いただいて A の編み方を見てください。7段目、8段目、9段目、10段目、動画では8、9、10、11というふうに呼んでますけれども、お手元に英語のパターンですけどご用意いただいて、その編み図を見ながら編んでいただけたら一緒に編んでいただけますので、はい、ぜひそれをパターンと一緒に編んでください。でパターンのダウンロードは下の説明欄からもダウンロードできますし、右上 i ボタンからブログを設定しておきますので、ブログの方にジャンプしていただいたらそちらからパターンがダウンロードできるようになってます。で今回そのパターンなんですけれども、英語の US タームアメリカ英語で私は読んで編んでるので、それでの説明になっているので、そちら一緒のものをご用意いただけたらなと思います。はい、ということで7段目、8段目、9段目、10段目って編んでいくんですけど、7段目は本体と袖を分けるという作業が必要です。でここをちょっと綺麗に分けるコツをご紹介しながら7段目を編んでいきたいと思います。ということで、じゃあ早速始めていきましょう。はい、で始まりの7段目なんですけど、始まりは先ほどの7、8、9、10編んでいくんですけど、7を編むときに同時に増し目をします。また増し目ですね、うん、増し目ばっかりということで、増し目の方法なんですが、今回は各サイズともに24目増し目をします。で24目の増し目の配分なんですけど、真ん中と一番大きいサイズは3回に1回増し目をします。だから2回増し目をしなかったらその次で増し目をするんですね。でそれだけだと真ん中のサイズで4回、一番大きいサイズで3回足りなくなるので、この4回と3回を均等にこの60のスペースの中で増やします。ということで、これどこかは2回入って、どこかは1回ってことですね。3個のあるうちの2回入るところが4つ、3個のうちの2回入るところが3つあるということです。で一番小さいサイズはだいたいもう半分と思っていただいて、1つ置きに増し目をしていただくんですけど、それをするとマイナス2足りないので、マイナス2のところだけないところだけは気をつけていただく、ちょっと減らしていただくところが2箇所あるっていうふうに覚えてください。で理解して編んでください。はい、では7段目ちょっと一緒に編んでいきましょう。はい、私は一番小さいサイズで編みますので、スモールサイズなんですけど、真ん中のサイズ、大きいサイズの方はちょっと編み方変わりますので、先ほどの説明の通りに編んでくださいね。まず糸を取り付けましょう。糸を取り付けたら2回3回と鎖目を入れます。この鎖は数えませんよ。そしたら普通はまず長編みが3目でしたね。7段目のルールでは長編みを3目ずつ入れていくというルールでした。1
つ目は増し目をしなかったんで、続いて増し目をするんですけど、増し目をするときは真ん中に増し目をしてあげると多分分かりやすいんじゃないかなと思う。目が落ち着くのでそうした方がいいかなと思います。はい、4つにするよりは3つで間に入れるっていう形。で、3つ入れる。3つ入れたら続いてのスペースに入れて、そしてこちらも増し目をするときは長編みに入れてあげると目が落ち着くのでずれないように固定します。そしてまた隣にも長編みを3つ入れます。で、あのアームホールのとこ、脇のところちょっとあの工夫したいので、そこを一緒に見ていきましょう。で、真ん中と大きいサイズはこう2回ずつじゃなくて3個のうちの1個を増やすという形なので、1個増やしたら2つスキップ、1個増やしたら2つスキップという形 で、あと足りないところを足していくという形になります。小さいサイズは入れないところが2箇所あるということなので、2箇所はあの入れないというふうに覚えておいてください。はい、増し目が1回、2回、3回、4回、5回、6回入りましたね。で、後ろ身頃12回、前身頃12回ということなので、後ろ身頃の今半分編んだので 12÷2 で6増えてます。で、これで OK ですね。そしたら、脇、本体の脇の部分を編みます。まず長編みを2目しましょう。で、本来ならただの長編み3回なんですけど、ここは長編み3回ではなくて長編み2目一度入れます。長編みを入れたら終わらずに2本かかった状態で糸を引っ掛けます。糸を引っ掛けたらマーカーが入ってる目に針を刺して糸を引っ掛けて2本通して3本かかった状態で通しましょう。続いて袖部分をスキップします。袖部分をスキップしたら、こちらも反対側も同じように長編み2目一度入れますよ。で、はい、こうすることによって4つ入ってるように見えるんですけど、実は3つなんですね。はい。で、続いてはまたスキップして、一旦一つ目はスキップします。なぜなら2つ減らさないといけないので。ということで、こちらも本来ここは増し目をする場所だったんですけど、増し目をしてないですよね。ということで、こちらも増し目をしません。で、長編みを3つ入れたら、ここからは増し目をします。一つ目の増し目が入りました。あとは同じように編んでいきますよ。はい、本体10段目まで編みました。で、10段目まで編んだら続いて B を編んでいきます。で、パターン B の詳しい編み方については右上 i ボタンをクリックしてください。あの本体の上の部分で編んでるんですけど、これをこちらの下部分の胴体の部分でも同じように編んでいきます。増し目部分に関しまして、少し変更がこの本体の部分ありますね。そちらだけ後ほどご説明しますね。で、今これぐらい残ってるんですけど、袖の分とかを考えて少し残しておいて、で、次の色にグラデーションをかけたいと思います。そんな感じでね、皆さんももしグラデーションで
グラデーションというかそのカラーブロックかけたい場合は、残りの糸今度は袖の分も残してっていう風に、少し余裕を持って、おっとっとっと余裕を持っていただけるといいかなと思います。でさらに最後に首周りを編むための首の糸も実はここに一玉残しておりまして、でそんな感じでね、少しずつ余裕を見ながら、少し糸は常に多めに用意しておく方が安心して編めるので、失敗してもね、使えるのでいいかなというふうに思います。はい、B の5段目で最後の増し目ポイントがきます。今、180目、204目、216目で編んでるんですけど、これ6の倍数で割ると30グループ、34グループ、36グループですね。ここに36目、42目、48目の増し目をしていきます。ということは、このグループに対して1つずつ増し目をしていって、余るのが6個、8個、12個ということになります。で36目増し目をした後は216、42目増し目をしたら246、48目増し目をしたら264目になります。で、増し目なんですけれども、この6個ですね、1、2、3、4、5、6、ここまでか、ちょっと1個多かったけど、6個の間に増し目をするんですけど、6で1グループの間なので、この真ん中の長編みの上に長編みを1つ入れてあげるとうまく収まると思います。で、これで1つずつですよね。で、それぞれ、6個、8個、12個増し目をするんですけど、6っていうのは30グループに対して、5回、5の倍数になります。で、8っていうのは30に対して4の倍数余り2となりますね。で、12は36に対して3の倍数となりますので、小さいサイズは5、10、15グループに1回は、この最初の長編みですね。ここの部分。ここの部分。っていうところに1回入れる。真ん中のサイズは4、8、12の倍数で入れる。一番、たくさん入れる一番大きなサイズは3、6、9と3の倍数で入れるようにしてください。では一緒に見ていきましょう。でもここまでね、編んできた人はほとんど問題ないと思うんですよね。で、ここは最初に長編みを2目入れます。で最後1目入れてくださいね。で、1つ目の長編みが来たので、1つ目の長編みに長編みを刺します。で、続いてまた、ここは鎖2のスペースなので、長編みを3つ入れましょう。はい、これで1グループ目が終わりました。あら、嫌だわ。こんなところに結び目が。で、隣、これでまず6個が終わったので、隣の目に移動して、2、3と入れます。そしたら続いて長編みの目に入れましょう。はい。で、6個を7個に増やしながら編んでいきます。これで2つ目が終わりましたね。続いて3つ目です。で、今回増し目をするので、先ほどはスキップしても、これが増し目のポイントの長編みの場合にはこの長編みに長編みを入れるようにしてください。だからたまに長編み長編みっていう風に長編みの目に長編みが入ります。これは決められた数の時だけ。間の長編みは常に入れるけど、端の長編みは決められた時だけ入れます。はい。私の場合は一番小さいサイズなので5つ目で入れるので、ここはまたスキップしますよ。という形で編んでいきましょう。で、ここは長編みなんですけど、真ん中の長編みなので長編みを入れるということですね。はい。では編んでいってください。はい、今パターン B まで編み終わったところなんですけど、で、ここ色を変えたところから測ってだいたい14センチぐらいになってます。で、14センチでいいみたいなんだけど、私試着してみたら、
なんかもうちょっと長い方がいいなと思ったんで、でその場合はパターン C を編むっていう風になってるんで、パターン C を編んでいきたいと思います。本当はね、大きいサイズと真ん中のサイズはパターン C を、ちょっと待ってよ、そう、編むっていうことで、真ん中のサイズはパターン C を1回で、一番大きいサイズはパターン C を2回編むそうなんで、増し目なくね、それで編んでいきたいと思います。で、私もう1回編んでみて、もう1回試着して、もうちょっと長い方がいいな思ったらもう1回編むし、まあ糸の残り具合との兼ね合いもあるけど、編んでみて、で考えようかなっていうふうに思ってます。ここまででだいたい1個半以上、約2個弱使って、1個半から2個弱かな使ってるから、もう毛糸の残りの残量考えても、もうあんまり使えへんなーって感じなんで、1回増やしてみてって感じですかね。で、私ここ増し目しましたけど、これ言われた通り増し目したけど、これ好みやし、増し目ない方がいいかもしれへんっていうことで、ちょっと増し目ももう一回するかどうかね、考えます。で、増し目いらんなと思ったら、ちょっとこの増し目の分を外してみようかなと。で、やっぱりこの欧米人の体型に合わせてるんで、この増し目にすると私の体ではちょっと太すぎるし、厚みがないんで、あんまり良くなかったんで、そこをちょっともうちょっと考えるのに、もう一回ほどき直そうかなというのはちょっと一瞬思ってることなんで、そこですね。はい。していきたいと思います。何センチまで編むかっていうことで、私は18センチ、14センチじゃなくて18センチにしました。はい。で、1回この部分を増やしたんですね。そうで、好みなんですけど、もう1個増やしてもいいと思うし、まあちょっと肩が結構割とオフショルダーっぽいので、こんな感じでちょっと短めの方が逆に着心地いいのかなと、あと糸が重いのであんまり長いと重いのかなと思って1回にしておきました。で、続いて袖部分に入りたいと思います。はい。で、袖部分もこの2色なんですけど、袖部分は2段しか、この2段しか編まないので、1段にするか、あとはこの部分をもう1段増やしていいそうなので、これとこれで2段ずつで、こことここを、この3段を足そうかな、どうしようかなっていう感じで今悩んでるところです。はい。ちょっとその一回試着して考えたいと思います。はい。では袖を始めましょう。もうね、ここに目が最初に入ってるので見落とさないので、マーカーは外してしまいます。そしたらね、ここを最初にマーカーを入れてた表と裏の目がありますよね。ここにこの2つの目を一度に通して糸を引っ掛けて取り付けますね。で、鎖を3目します。この鎖3目は数えない鎖3目ですよ。そしたら、隣の鎖2目のスペースから、ここですね、長編みを3回ずつ入れていきましょう。ここと一緒ですね。よいしょ。はい、そしたら一番最初の1、2、3、鎖3番目につなぎますよ。はい、1周目が終わりましたね。
そしたら鎖を一目して糸をカットして糸を入れ替えます。で先ほど引き抜いた鎖3番目の目に針を刺したら新しい糸を取り付けて、また鎖を3目します。1、2、3。でそしたら1番2番目の目に長編みを3つ入れていきましょう。増し目さえね、こなしたら特に難しいところはスティッチではないので簡単だと思うのでね、はい。でこういう簡単な模様の繰り返しでもすごく素敵な柄になるってすごい勉強になりますよね。なんか知ってる知識を組み合わせたらすごい綺麗な柄ができるんだなと思ったら面白い。こんな感じで、はい、していきます。はい、もう編めた。簡単だな。 1,2,3 番目の目に、はい、繋いで終わります。で反対側も同じように編んでくださいね。で反対側が編めたら首回りを編みましょう。はい、続いて首部分を編みます。で首部分なんですけれども、まず土台の目のを作っていきます。でどのように作るかなんですけれど、これが先ほどトップダウンで編んでた首のラインですね。で6個編んだ1つ鎖をスキップするっていう風になってました。でこの鎖のスキップ、これは常にもう使わない目です。これも使いません。で最初のところに取り付けたら、取り付けた後一目引き抜きで移動します。そして鎖を一目入れたらその隣の目に細編みを入れます。その後は鎖3目をしたら長編みを 1,2,3 個スキップして細編みを入れます。鎖3目をしたら長編みを3つスキップしてその隣の目に細編みを入れて続いていきます。で最後は鎖3目をしたら最初の鎖1につなぎます。でここまでを一緒に編んでいきましょう。はい、こちらが鎖3ですね。鎖3の一番下にこのように目があるのでこの目に糸を取り付けます。糸を取り付けたら引き抜き編みで隣の目に移動してください。ここに鎖があるの、 V チェーンが残っているので多分分かりやすいと思うんですけど、ここに引き抜きで移動します。はい、引き抜きで移動したら鎖を一目入れてください。で鎖を一目入れたらその隣にまた目があるのでこちらの V ですね、この V チェーンの目にかぎ針を刺して細編みを入れます。で細編みが入ったら鎖を3目してください。鎖3目が入ったら長編みを3目スキップします。 1,2,3。 そして4つ目に細編みを入れましょう。はい、鎖3、1,2,3 目スキップして隣の目ですね、このように V チェーンが見えるので V チェーンに細編みを入れましょう。これを繰り返していきます。鎖3、1,2,3 スキップして、ここに鎖一目がありますけどこれ無視しますよ。 1,2,3。 そして隣の目に細編みで鎖3、1,2,3
3スキップして隣の目に細編み、これを繰り返していってください。とてもシンプルですね。はい、はい、最後鎖を3目したら一番最初のこの鎖目ですね、鎖1、細編みがここにあるので、ここに細編みがありますね。この細編みの1個隣に鎖1があるので、この鎖1につなぎましょう。はい、でつないだらパターンの、編み図の A の4を編んでいきます。はい、それでは編んでいきましょう。まず、本体同様鎖3目から始めます。1、2、3、鎖3目を編んだら、ここに先ほど作った鎖3目のスペースがあるので、この3目のスペースに長編みを3つ入れます。長編みが3つ入ったら、隣の鎖3目に移動して、そこにも長編みを3つ入れていきましょう。はい、鎖3目には長編みを3つずつ入れていってください。はい、長編み3つ入れて鎖3目につないだ後は、また鎖3目をして、続いては今入れた鎖3のグループの間ですね、最初はこの鎖3と鎖3のグループの間に長編みを3つ入れます。グラニーですね。続いてまたこの鎖3と鎖3の間に鎖さん、あの長編み、長編みさんと長編みさんの間に長編みさんを入れます。はい、グラニーを編んでいってください。間、はい、はい、つながったら、鎖の3番目につながった鎖を1目してください。鎖を一目したら、一番最初の長編みの目ですね、一番最初の長編みの目に細編みを入れます。細編みを入れたら鎖を二目してください。そして続いて長編みが3つ入っている一番最初の長編みの目、こちらに細編みを入れます。これを繰り返します。鎖に、続いて長編み3つのグループの一番右の目に細編み、鎖に、長編み3つのグループの一番右の目に細編み。はい、これを繰り返していってください。はい、最後まで来て鎖2目を編んだら、一番最初の鎖1に引き抜いてつなぎましょう。よいしょ、で鎖を一目して糸をカットします。はい、それでは端糸を処理していきますね。で先ほどつないで鎖地をしてたんですけど、ほどきます。で今つながってない状態なので、長編みが終わったところで長編みが終わった状態にします。そしたら針に糸を通しましょう。でこれはちょっとスパンコールが入っているので通しにくい時があるので、同じような糸をお使いになる方はご注意ください。
そしたら鎖3目がありますね。3目の横に長編みがあるので長編みの目に通します。で通したら先ほど編んだ長編みと後ろのこの1本のところに針を通しましょう。あ、ほどけちゃった、取れちゃった。ね、ちょっと引っかかるので気をつけながら。通したら1段下の鎖まで通しますね。で1段下の鎖まで通したらここで結び目を作りましょう。で結び目を作っておくともうほどけないので、そしたら隣の長編みに通します。で通したらまた1段下の鎖に引っ掛けます。で引っ掛けて U ターンをさせますね。でもここで結び目を作ってるのでほどけることはないので、あとは少しかわして長編みに通したら糸をカットしておきます。はい、これだけで、もう端糸はしっかり固定できて、こちらもシームレスにつながっているので、はい、目立ちません。はい、ということですね。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。こちらがポンチョスタイルのトップスですね。涼しくてそれで結構あったかいので、あの秋ぐらいまで着ていただけると思いますので、もしあのこのデザインお気になられましたら冬糸で編んでみられてもいいのかなと思います。またあの長いワンピースにしたらこうマタニティの方でもね、この横のところが結構余裕があるのでマタニティウェアとしても着ていただけるのかなとも思うので、あのはい、割と簡単に編めるので、たくさん糸お持ちの方はぜひ試してみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye bye.